はるばるようこそ。ね、見てください、富士山。ドーンと。おお。この事務所から見える富士山いいんですよ。ちょっとあの電線がね、邪魔だけどね。はい、こっそり来ちゃうと思うんだけどね。それでもいかないか。あの電線ね、だからこれなんとかしなきゃいけないよね。これだけ美しい。やっぱ日本はな、電線な。ヨーロッパだったらありえないけどね。ここはですね、森の学校富士山クラブ。はい。富士山クラブのね、本拠地です。僕はここのちなみに理事長をね、昨年からしてますけれども、1階は富士山クラブ。ね。で、2階が野口健クラブ。あ、野口健事務所。野口健事務所。そして PK 度っていうね、団体があります。だ1階は富士山クラブ、2階が僕ですね。はい。明治23、4、5、6年の頃。ね。要は明治の20年代に、作られた文校です。まあ学校ですね。小学校の文校。で、それをね、まあ表結構もうボロボロで結構ガタが来てますけどね。中はそれなりに綺麗にしてます。ということで、まあ、どうぞどうぞ。来てください。はーい、どうぞどうぞ。はい。ここ一回ね、まあ、ここは富士山クラブさん。富士山クラブさんの、今日はね、日曜日で誰もいませんけど。で、ここはね、体育館です。はい、うん、ここにね、ここはテントなんですけどね、被災地で僕らはね、熊本の被災地でテント村とかやってね、今ここにテントがバーってあります。で、定期的にね、テント村体験とかね、やってますね。まあ、体育館で、例えば夏はね、清掃活動ある時に、清掃イベントがある時に、清掃イベントなんで、こう参加者がみんなここで集まってね、ちょっとみんなでこう喋ったりとかね、まあ講演会みたいなこともたまにしてます。はい。うん、こっからが我々の領域ですね。はい。はい。富士山クラブダメって言って。こっからだ。これやってんだけどね。はい。ほら、富士山ドーンと見えるでしょ。ねえ、この景色好きなんですよね。それがね、この階段もいいでしょ。やっぱ明治時代に作られたこうギシギシいますけどね。ギシ、ほらベッドがやってんじゃない、階段がやってんじゃない、はい、で、これはですね、高知県サガルマーターと団体。サガルマーターはエベレストのネパール語ですね。97年僕がアジア大学の学生の時にエベレストに挑戦した時の旗で、この時は失敗しました。で、ね、ここから先ね、だいぶ直したんですよ。で、3年前かな、丸3年かな、事務所東京からこっちに引っ越してね、壁も全部直して、天井もね、全部リフォームして、でも結構写真撮るので、今までこう自分が撮ってきた写真をね、こう左右に、飾ってます。うん。これはヒマラの村でね、ナムシャバザールっていう村、かわいい村なんですよ、お椀型で。うん。で、これは、ヤク。ね、ヤクという動物ですね。で、こっちはですね、ケシですね。ヤクつながりです。ケシの花。はい。で、これはエベレスト。ね、夕日に染まるエベレスト。はい。で、ここが事務室ですね。まあ、事務所の部屋ですね。メイン、メインというか、まあ、事務所ですね。はい。黒板の学校ですから。この黒板は昔のままですね。うん、まあ、壁とかはね、天井とかも全部一回落としてね、全部直して、で、冬寒いんでね、窓も二重にして、もう本当に最初来た時はもう倉庫にしたからひどかったんだけどね、完全にここは直しました。うん、やっぱ窓二重は絶対ですね、絶対条件。うん、で、これは上村直美さん、うん、上村直美さんが北極点に到達した直後の写真。最近のね、若い記者がね、上村直美さんを知らないのか、取材に来たね、記者の方がこれをね、じーっと見ながら、野口さん、犬連れがやってるんですって言うから、どう見ても俺じゃないだろうって、俺で思ったらしいですよ。まあでも、上村直美さんですね。うん。で、こっちもね、まあ、ご家族の写真ですね。はい。もう事務所中、僕の写真に追われてて、うちのスタッフにどんだけ自分の写真が好きなんだって、よく言われますけどね、好きですね。自分の写真が一番好きです。サンタフェより好きです、うん、で、こっちが応接室、まあ、応接室と、まあ、PK 部の部屋だと思うんですけども、うん、
ここはね、まあ応接室、まあ応接室で主に使ってますけどね。あとピークエイドのね、本の部屋で。ここはね、すごく こだわったんですよ。まあ明治、大正時代ね、主に使ってたでしょ。と明治はね、僕あんまりピンとこなかったんだけど、大正ならね、僕はなんかピンとくんですよね。ですから、なんか大正時代をちょっと連想させるようなね。で大正時代ってやっぱ赤が多いんです。あ、なのでね、絨毯もちょっと赤にこうしたんですけどね。あ、くしみですか？大丈夫？ほんで、このシャンデリアもそうですけどね。なんとなく大正時代をイメージにした形でね、この応接室ができました。で、このソファーセットはね、これはあれなんですよ。橋本龍太郎先生の事務所で、もう龍太郎さんが長年ずっと使ってた龍ちゃんのソファーなんですね。で、龍太郎先生からというか、まあ、先生がね、亡くなられてからね、その橋本龍太郎事務所からうちに来ました。これがね、いつもね、龍ちゃんが座ってた椅子なんです。これ足を組んでね、僕は僕はどこだったんですよ。で、龍ちゃんがこう座ってね、で、君何しに来たのって言いながらね、何しに喜んでるくせにね、何しに来たんだって必ずそこから始まるね。ああ、面白かったですよ、で、これがね、そう、これが、このね、酸素ボンベがあるんですけど、ね、これは僕がエベレストの清掃で拾ってきたボンベなんですけど、初めてルータローさんにお会いしに来て、これ持ってたんです。まさにこれを。ね、でこれは、1988年のね、日本隊の置いてきたボビーだったんですよ。それが隊長が橋本龍太郎だったんですね。ですから僕はもうこれをエベレストで拾って、でそれをこのカバンに隠し持って、で、龍太郎先生のところで初めてのね、こう、お会いするときに、このボンベを、先生の12年前の忘れ物を今日届けに参りましたって渡したらね、奪い取ってね、で、見たら、この番号で分かってね、ただムッとしてね、あ、ぶち切れるかなと思ったら、確かにこれは我が隊のもので間違いありません。申し訳ございませんとかって頭下げられてね、いやいや、そんなつもりじゃなかったんですよって、ちょっと僕もそういうつもりがあったんですよね。ただまあ、それ以来ね、仲良くなって、先生もずっとこれを、これ応接室に置かれていきましたね。で、龍太郎先生が亡くなられてから、ボンベが僕のところに帰ってきました。で、またここ。龍ちゃんの時もね、だいたいこのセットの横にこういうふうに置いてありましたね。まあ、これもいろいろとヒマラヤの写真ですね。このね、これ、ボーテルイクっていうところなんですけど、綺麗なんですよ。こう氷河のね、溶けて、こう、水が流れてくるね、氷河湖っていうかな、氷河溶けた色って、こういうね、エメラルドグリーンなんですね。まあ、ヒマラヤに限らず、カナダのロッキーもそうですよね。この氷河の時の湖の美しさ。で、これはね、ヒマラヤ碑だ。ね。ヒマラヤ碑だってわかります？要するに、このこう、いっぱいこう、ラインが入ってるでしょ？これどうしてできるかっていうとね、下から風がブラーっていくじゃないですか。で、風が通り道が削られて、硬いところが残るからね、こういうヒマラヒラっていうね、こうラインができるんです。これはなかなか美しいんですよ。はい。そうですね、まあ、僕もね、3年前までは東京に事務所がずっとあって、一時佐藤会館っていうね、もう本当にもう永田町の横のとこにありましたしね、その後原宿か、まあ、新宿か、の方に移って、だからずっと東京で事務所をやってましたけど、3年前にね、この森の学校に引っ越してきました。でそれはね、なぜかっていうとね、やっぱしこう富士山の清掃、今もう約21年目かな。で、いつまでもね、ゴミ拾いたくない。どっかでね、ほら、締め切りがなきゃ原稿って書けないよね。と同じようにね、富士山の清掃もどっかでね、いつまでって決めないとずるずるいくんでね。まあそういうこともあってね、僕のね、感覚の中であと5年かな。5年徹底的にやれば富士山の清掃はね、もうほぼ終わると思ってるんですよ。と思った時にね、まあ一回富士山クラブじゃないですか。ね、一緒に連携してるんで。なので現場の彼らとね、もっと距離を近めてね、で、一緒にタッグを組んで、最後5年間、一気にやろうみたいなね、そういう思いもあって、ここに引っ越してきました。あとはね、まあ、僕は登山家じゃないですか。登山家の事務所がね、東京にある必要ないだろうとかね、僕はずっと思ってましたね。で、僕はね、ここに引っ越してくるっていう時に、やっぱし、こう、周りではね、やっぱ心配する声も多かったですよね。やっぱし東京ってほら仕事が中心だしさ。で、仕事の中心、まあ、仕事の中心東京ですよね。で、それがね、こう、山梨とか地方に行くとね、仕事が減るんじゃないかとかさ、例
例えば取材がね、みんな遠いから取材に来てくんないんじゃないかとかね。まあそういう意見がたくさんありましたよね。僕も内心そうなるかなとちょっとどっかで思ってましたけど、ただね、やっぱし東京である必要はないと思ってたんですよ。なのでちょっとこう自分のこうライフスタイルを変えるっていう意味においてもね、あとはやっぱしね、この現場の最前線ですから、この富士山の清掃の最前線なんだね。その最前線に事務職意味があるなと思ってね、えいやーと思ってね、引っ越してきましたね。で、何が起きたかっていうと、その後にコロナですよ。ね、引っ越してきて2、3年目にコロナですよね。とね、今ほんとつくづく良かったなと思いますよ。東京の事務所、もし東京にあのまま事務所構えてたら、野口健事務所もう潰れてましたね。間違いなく。だってですよ、東京時代の事務所の1ヶ月分の賃貸が、ここに来ると1年半分ぐらいですよ。1年半分。だから偉い時代なんですよね。あと広いでしょ。あとはね、やっぱしね、ライフスタイル変わって、今もう取材は、ズームが多いですよね。ものすごいズームが多い。で、講演会もズームですから。ね。ですから、まあ、会場に行くこともありますけど、ズームが多い。だから、なんだろうな、すごくこう、最初はね、地方に行ったら仕事が減るんじゃないかっていう、そういう意見ばっかだったけどね、こうなってみたらね、意外と、そんな不便もないし、むしろすごくね、助かってるとこあるしね。ですから、最近ではね、いろんな会社が、こう地方に移るっていう、この山梨もね、いろいろ噂ありますよ。大きい事務所がね、東京からこう山梨に引っ越してくるっていうのはね。ですから、彼らはコロナが始まってからですけど、僕はコロナが始まる前ですから、ちょっと違いますよ。先を見る目があったんですね。さすが違いの分かる男っていうことで、今日はこの辺りにしたいと思いますけど、やっぱしね、これ明治24年かなに作られたフリーマン。ね。で、それもボロボロでしたよ。ボロボロ。僕が来た時。だから全部直しました。で、直すとね、空間がね、生き返るんですよ。それが僕はやっぱ楽しくてね。まあ、今度、今、大月のね、僕の古民家の方の撮影終わって、まあ、編集作業入ってますけど、あれも、築300年。あれもっと古いですよ。江戸時代の家をね、リフォームしてね、生き返らせたんですけど、やっぱそういうのが僕好きですね。なので、これからしばらくね、そういうのもこの YouTube で伝えていきたいと思います。ということで、今日はこれまで。ちゃんちゃん。